動物史を好きな人からしたら、ね、こういうのも一つあるやん、うん、それこそさ最近やとさ要その炎上とかでもわわなっとるけどさ、やっぱその地域差は多少やっぱあると思うよ、うん、今新喜劇でもやっぱいじりってすごく難しいなっていうもんな、うん、でも言うてもやっぱし大阪の方のがやっぱいじりの文化ってあるで、そこでいじって笑い取れるんやったらそれでおもろいって言ってキャラが立つっていう風になって、その社会的地その学校とかでもさ西側の方へとそういったので一つ枠があるやん、うんうん、なんか東京の人ってそういう概念がないやん、うんうん、あの辺りがねやっぱ東京の人と話してると抜本的に違うなって思う時あるもんね、うん、くっそつまらんと思いながらさ東京の人電気がそうとは言わんよ、電気がそうとは言わんけど東京の本社すると言います、東京のさどっかのさ本社のさ、霞が関の方から来た人とかだとさ、はい、うん、やっぱ、本当に、そんなつまらんことを、ばっかりとって、何が楽しいやろな、この人の人生と思うけど、はい、そういう、あれが、あの、調和を生み出すとか、真顔で言うから、おほほ、おほほ。あ、榊原館なんてのが見えてきましたよ。これはもうすぐ榊原温泉があるということじゃないのかな、ね、なんでさこういうさ茶番じゃなかったね、ガチ勝負をやってるとさ思わずこのあのヒゲさんみたいな喋り方になっちゃうんだろうね。ヒゲさんって誰、あの藤村さん、どうでしょうの、あーそうなんだ、伝説のそれこそあのああアメリカ横断で、はい、あの有名な回とかでもあったけど、ミスターが寝落ちしてる間にずっと大泉さんが運転しとって、本当はまっすぐでかい都市の方に向かっていかなかったんな、企画的にはもう結構工程が押しとって、もうそのまま高速をずっと突っ切って、西に行かなかった、そろそろなんか曲がらなみたいな気がするんだけど、おそうかそうか、そうか、じゃあじゃんけんしておこうか、次どんな感じだったかな、俺パー出すわ、あそう、ね、パー出すとこかな、パー出す、はいはいはい、パー出す感じかな、あ、はいはい、じゃあいきますよ、はい、最初はグーじゃんけんパー、あーってことはこれ曲がるのかい、あそうだね、はい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 、榊原向いてる、ね、あ榊原ってなんだ、榊原を押して、あーこれじゃもう、あーなんとタイムリーに、もう信号オンラインとかで、ね、普通だったら断言すらしないようなところだけどついついじゃんけんをしてしまって、あこれはついつい、うん、ここはもうじゃんけん必要ないからね、はい、28と6号機どっちの数字が好き、28が好きかな、おおそっか、そうかい、そうかい、そうかい、あこちらがメインツールだからね、うん、これはもう仕方ないね、うん、まあ3桁はねちょっとねないね、そうだね、うん、よしよしよし、いい感じになってきたね、多分ねあの右上のねテロップあたりがもう温泉のマークになってると思うけどその水曜どうでしょうでもそれで本当は走ってからあかんねんけど、なんか温泉の施設の案内が出てきて、うん、これ曲がったら20キロ先に温泉がありますよ、温泉で疲れちゃうんだよね、ここはどうだい、ここはミスターのために私は少しでも住めないといけませんからそうかい、なら仕方ないね、走っとって気がついたら、あれ右車線左車線、あれあれあれ完全に温泉の方にスッと入って待っててくださいミスターって、待っててくださいミスター、あなたの犬は今メンフィスに向かっておりますっていうあの名言を残して、ああアメリカ横断はどっちかというと上級者向けではあるけどね、まっすぐ
かな。まあ、僕はジャンケンしないですね。うん、じゃあ、ジャンケンいるか、まあ、いらないね、これ。だって、あカントリークラブに入ってくだけでもいいや。そうだね。よし。うん。そうだね、こういうのを見たかった。そう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 、やっぱじゃんけんしてるとね、こういう偶然の出会いもあるからね。偶然の出会い大事、うん、なぜかお茶が飲みたくなったな。しかも番茶がなぜだろう、今番茶がすごく飲みたいな俺は。どうしてだろうな。キッシーさん、キッシーさんは、はい、あれ水曜どうでしょう、そんなに見てないのか。見てないんですよ。あのね、番茶もそういうネタ あったの。いやいやいや、番茶単純に今茶番から番茶になったんだけど、うん、卒業どうでしょうね、うん、あれの一つ独特の笑いだからね、はいはい、うん、うちはめちゃくちゃ刺さったから、めちゃくちゃほぼほぼ全部見てるかやけど、特に学生時代めちゃくちゃ見てたからな。2000年前後だもんな、まだ10代だからな。あ、うちもホイレリバイバル版、うん、2002年からそのクラシックとかが こっちの放送がやっとって、はい、それこそシアターに勧められて最初、うん、なんか面白いのが深夜でやっとるっていうので見て、これクソおもろいなって見始めて、まああれでなんか博多号が有名になったくなった。そう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 、キングオブ深夜バスだ。そもそも深夜バスってこともあそこにしか言ってないと思う。普通夜行バスやん、うん、いや、もうなんかサイコロね、うん、あれは面白いと思うか。絶対にあの企画の話になると、あの富士庵、あのディレクターの藤村さんが絶対言うのは、一度やってみるくっそ止まらねえとか。なんかそろそろ右に曲がらない感じがするの。それはジャンケンで決められてくれないことだ。俺はどうかわからないけどさ、グー、そろそろグーかな、そろそろグーかな。通り過ぎたんだよね、通り過ぎたって気がするね。わ、わこらわこらおいおいおい。いや、ごめんなさい、なんかせめてちゃんと八落ちをしようね。あごめんな、通り過ぎちゃってます。あ消防団がやってる。そうですよ。